アウディ F103 は、旧西ドイツの自動車メーカー、アウトユニオンが1965年から1972年まで生産した乗用車の形式名称である。ベースとなったのは、DKWF102 で、エンジンが DKW 電灯の2サイクル3気筒から、ダイムラーベンツが設計に関与した4サイクル4気筒に改められたのが、最大の相違点である。このモデルの登場で、 DKW の社名が消滅し、第二次世界大戦後初めてアウディの名称が復活した。デビュー当初は単にアウトウィニオンアウディと呼ばれたが、後に各モデルはエンジン出力の数字を示すサブネームが与えられることになり、最初のモデルはアウディ72となり、翌1966年にはよりパワフルなアウディ80及びアウディスーパー90が追加され、 1968年には、廉価版のアウディ60が追加された。1969年には、72と80がアウデリ75に統合され、BHK にバトンタッチされる1972年まで生産された。2.4ドアセダントにドアワゴンがあった。4サイクル直列4気筒エンジンを縦置きエンジンする FF で、このレイアウトは1970年代以降のアウディ車や、 フォルクスワーゲンパサートにも長く継承された。ベースとなった2サイクル3気筒の DKWF102 と比較してエンジンが長いため、エンジン本体を40度右に傾けて搭載し、ラジエーターや冷却ファンは空いたエンジン左側の空間に偏寄せて配置されている。エンジンは1958年から1964年までアウトウィニオンの大株主であった。 ダイムラーベンツの開発で11.2、1という異例に高い圧縮比を持つことが特徴で、通常のガソリンエンジンとディーゼルエンジンの中間的な圧縮比であるとして、ミタルドラッグモーターエンジンと呼ばれた。80以降はより低い圧縮比に改められた。ギアボックスは通常の4足 MT で、前輪ブレーキはインボード式のディスクブレーキであった。当初は DKW を 長年販売していた老舗ディーラーの日本自動車が1967年以降はアウトユニオンが1964年にフォルクスワーゲン産加に入ったことから VW 総代理店の柳瀬が輸入販売を行った。メカニズムが複雑であるため当時ライバルであったオペルレコルトやフォードタウンスより価格設定が高く販売は不審であった。自身も 当時はより上級で、設計年次も新しい初代100シリーズの販売に注力していた。ありがとうございます。